外地朗読劇場宮沢賢治作なめとこ山の熊その時は犬もすっかりしょげかえって目を細くして座っていた何せこの犬ばかりは小十郎が四十の夏うち中みんな赤痢にかかって とうとう、小十郎の息子とその妻も死んだ中にピンピンして生きていたのだ。それから小十郎は、懐から研ぎ澄まされた小刀を出して、熊の顎のところから胸から腹へかけて、皮をすっと裂いていくのだった。それから後の景色は、僕は大嫌いだ。けれども、 とにかくおしまい小十郎が真っ赤な熊の胃を背中の木の質に入れて血で毛がボトボトふさになった毛皮を谷で洗ってくるくる丸め背中にしょって自分もぐんなりしたふうで谷を下っていくことだけは確かなのだ。小十郎はもう熊の言葉だってわかるような気がした。 ある年の春早く山の木がまだ一本も青くならない頃小十郎は犬を連れて白沢をずっと登った夕方になって小十郎はばっかい沢へ越える峰になったところへ去年の夏こさえた笹小屋へ泊まろうと思ってそこへ登っていったそしたらどういう加減か 牢の柄にもなく登り口を間違えてしまった何べんも谷へ降りてまた登り直して犬もヘトヘトに疲れ小十郎も口を横に曲げて息をしながら半分崩れかかった去年の小屋を見つけた小十郎がすぐ下に湧き水のあったのを思い出して 少し山を下りかけたら驚いたことは母親とやっと一切なるかならないような子熊と二匹ちょうど人が額に手を当てて遠くを眺めるといったふうに淡い六日の月光の中を向こうの谷をしげしげ見つめているのにあった小十郎は まるでその2匹のクマの体から五口がさすように思えてまるでくぎづけになったように立ち止まってそっちを見つめていたすると小熊が甘えるように言ったのだどうしても雪だよおっかさん谷のこっちがわだけ白くなっているんだものどうしても雪だよおっかさんすると、 母親の熊はまだしげしげ見つめていたがやっと言った。雪でないよ。あそこへだけ降るはずないんだもの。子熊はまた言った。だから溶けないで残ったのでしょう。いいえ、おっかさんはあざみの目を見にきのうあそこを通ったばかりです。小十郎もじっとそっちを見た。 月の光が青白く山の斜面を滑っていた。そこがちょうど銀の鎧のように光っているのだった。しばらくたって小グマが言った。雪でなけりゃ霜だね。きっとそうだ。本当に今夜は霜が降るぞ。お月様の近くで小キエもあんなに青く震えているし。 第一おつきさまのいろだってまるでこおりのようだこじゅうろうがひとりでおもったおかあさまはわかったよあれねひきざくらのはななんだひきざくらのはなだいぼくしってるよいいえおまえまだみたことありませんしってるよぼくこのまえとってきたものいいえ ひきざくらでありません。おまえとってきたのきささげの花でしょそうだろうか。こぐまはとぼけたようにこたえました。ごじゅうろうはなぜかもうむねがいっぱいになってもういっぺんむこうのたにのしろいゆきのようなはなとよねんなくげっこうをあびてたっている母ごのくまをちらっとみて。 それから音を立てないようにこっそりこっそり戻り始めた。風があっちへ行くな行くなと思いながらそろそろと小十郎は後ずさりした。黒文字の木の匂いが月の明かりと一緒にスーッとさした。